Dale, toma. タイラ、なぜここがわかった？答えないのか？俺が怖いか？怖くない？変なやつだ。そうだっても無駄だぞ。なんで？それで何の用だ？言っておくが、俺はここを出ていかないぞ。この森は俺の大切な居場所だからな。毛皮も牙もこの瞳も何一つお前にやるものはない。ここに来る人間は大勢いたが、この森から出ていけばな、毛皮を剥いで売りさばいてやるだろう。お前の目玉は高く売れるだろう。好き勝手やめて、俺の話を聞こうともしない。俺の話を聞かない奴らの言うことなんか、聞くもんか。なんだそれ。俺がそんなもので釣られるわけか、うるさい。今日俺は何にも食ってないんだ。腹が減るのは当たり前だろ。どうやら毒は入ってないようだな。匂いでわかるのかだと？当たり前だろ。俺を毒入りの食い物で騙して殺そうとする奴も今まで何人もいたからな。これくらい見破れなければここでは生きてはいけない。まあそんなことはどうでもいい。もう早くそれをよこせ。悪くないやつだ。人間がやるものにしてはな。あ、お前何ニヤニヤしてる。気味の悪いやつだな。あ、かわいい猫みたいだぞ。この俺が？俺は狼だぞ、猫じゃない。この赤い目とは、鋭い牙が見えないのか？それに猫はニャーって鳴くんだろ。俺はそんな間抜けな声を出さないぞ。なんだ、冗談か？そうか、やっぱり変なやつだよ、お前は。食った食った。礼は言わんぞ。お前が勝手に来て、勝手に起こしたんだからな。人間、俺はもう寝る。腹いっぱいになったし、久しぶりに話をして疲れた。隣で寝たい。勝手にしろ。
まだ起きてるか、人間。お前はなぜここに来たんだ。武器も持ってないし、どうやら俺を襲う気もなさそうだ。わからない。そうか。お前は一人か。旦那とか友達とかいうのはいないのか。そうか。この森は悪い奴が勝手に踏み込んでくることもあれば、お前みたいな奴を引き寄せることもある。俺に似てずっと一人で生きてきた奴を。俺もずっと一人で生きてきた。誰もいなくなったこの森で、仲間はみんな殺された。悪い人間に騙されて。俺に言葉を教えてくれた人間も死んじゃった。いつも笑ってよく冗談を言うやつだった。そいつが女だったかって？なぜそんなことを気にする？もしかして嫉妬とかいうやつか？そうじゃないけど気になる。そっか、人間はたまによくわからないことを言うな。まあいい。そいつは俺にとって母親みたいなもんだ。俺と会った時から旦那もいたみたいだった。そいつは子供ができない体だったから、俺のこと自分の息子みたいだって言ってた。俺のこといつまでもガキ扱いして、つがいになろうって気はなさそうだったぞ。まあそんなことはどうでもいいことだ。俺が言いたいのは、そいつやお前みたいに俺と話をしようなんてやつはめったにいないってこと。悪い人間だけじゃなくて、たまたまこの森に迷い込んだお前みたいなやつもいるけど、この毛むくじゃらの黒い腕、夜の闇の中でも光る赤い目を見たら、みんな怖がって近寄ろうともしない。だから俺は一人だ。これからもずっと。お前は怖くないのか、こんな俺でも。そうか、そんなこと言う人間に会ったのは久しぶりだ。おい、いきなり何をする？やめろ。やめろと言ってるだろう。食い殺されたのか。もういい加減にしろ。こうして抱きついてたら動けないだろう。どうだ、くすぐったいだろう。さっきの仕返しだ。顔が真っ赤だぞ。面白いやつ。
人間も。耳が弱いんだな。覚えておこう。まあ、うん、そろそろ本当に寝るぞ。うん、俺のもんだ。前にはならんぞ。悔しかった。取り返してね。ダーグ、追いつけないと。俺は人間なんかより、ずっと強くて速いんだからな。ははそんな顔すんな。また取ってきてやるから。これから俺とお前は、ずっと一緒に暮らすんだからね。目が覚めたか、人間。まさか俺よりも長く眠るとはな。お前の間抜けな寝顔が見られて面白かったぞ。寝言？何のことかわからない。うるさい。そんなこと言ってない。忘れろ。ん？どうかしたのか。血がついてるって。ああ、そのことか。さっきここに、盗賊が来た。証拠にもなく、俺を狙ってきたみたいだ。お前を殺して剥製にしてやるんだ。でかい声でわめいてた。もう、心配することはない。少し怪我をしてしまったが、すぐ追い払ってやった。だが、また仲間を連れてやってくるかもしれない。俺一人ならいくらでも逃げ切れるな。さっきみたいに、お前をかばいきれるか、わからん。ここは危ないからな。もう来るなよ、お前。もし来たら、食ってやるからな。なんて、冗談だ。お前は、生きてたらいつかまた会える。じゃあな。